出港して30分から40分ぐらいで5キロ、6キロ、7キロと大きな魚が釣れることがやっぱりこの福島県の魅力です。この福島、常磐沖というのは黒潮と親潮がぶつかる海で潮目の海と言われている海なんですけども、栄養価がすごく豊富でプランクトンがあり餌が多いんですね。だからフィッシュイーターたちもすごく大きくなって、福島の沖は大型魚が狙われる魅力的な海になってます。まずはですね、ナットジグのスリム、ロング、ディープかな、100グラム。カラーはピンクですね、ピンクゴールドでいきたいと思います。よし、頑張ってよ。だいたい水深は40メーターぐらいですね。ロットはガリンペーロです。このロットね、しなやかですけどパワーがあるんで、ヒラメのパワーにも負けないんで、着底です。足はくっていきます。今日お世話になってるその長栄丸さんなんですけども、やはり後世というか、こう次の世代もこうこの釣りを楽しんでいただきたいということで、50センチ以下はリリース、そして1人持ち帰り5枚までという厳しいレギュレーションを規制、設定してます。福島県常磐沖っていうのはすごいヒラメいっぱい釣れるんですけど、やっぱり釣り切っちゃうといなくなっちゃうんですよね。だから資源を保護して次の世代も楽しんでいただきたいということで、我々は厳しい規制を基準を引いて、釣りをやってます。ヒラメジギングのシーズンなんですけど、大体ね夏から秋にかけてなんです。まあその年によってちょっと変わるんですけども、大体シーズンだと7月から10月いっぱいぐらいですかね。ただ今年はねちょっと遅くて、やっと最近始まったかなっていう、本当にもう1ヶ月ないし2ヶ月近く遅れてて、10月ぐらいからすごく良くなってますね。本当だとね、半袖着て暑いなって言ってる時期がやっぱ一番釣れる、そのヒラメが釣れるシーズンになってます。もうこんな寒い時は寝魚になっちゃう気持ちが基本的にその地合いなんですけど、地合いというか、まあ食いやすいタイミングっていうのはやっぱり満潮干潮の山の頂上の1時間ぐらい前、潮止まり寸前とか、そういう時はねやっぱり食いが立つんですね。まあやっぱりなんかヒラメってね、こうサーフ、砂浜の魚ってイメージ強いんですけど、今僕たちがやってるポイントっていうのは根回りのヘリとか、本当にもう根の頂上とかでやるんですけど、根魚みたいな釣り方するんですよ。根魚って潮止まり前にこう結構食いが立ったりするんですけど、ヒラメもまあ同じで、そのね潮止まり寸前とか1時間ぐらいになると異常に食い立ってて、今まで全然食わなかったのに突然食い始めたりっていうの結構あるんですね。シラスとかオキアミを食べてる魚ってすごく難しくなるんですけど、やっぱブレード、このナッツジグのブレードってそういう時はすごく強くて、なかなか周りが釣れてない中で結構超過伸ばしたりとか、僕は結構ブレードに助けられてるなって思う場面は結構多く当たりますね。ナットジグでヒラメを狙う時の動かし方なんですけども、まあナットジグってブレードジグなので、こう巻きの釣りなのかななんていうイメージが結構あると思うんですけど、僕の場合はこうしゃくってしゃくってホールで食わせるっていうのをメインでやってます。まあ状況に応じてなんですけど、ワンピッチでしゃくる時もあれば、こうそこがメインでこうあんまり上げない方がいいななんていう時は4分の1ピッチとか2分の1ピッチぐらいの細かく刻んで
チョンチョンってこう誘ってあげて、その後大きくリフトしてホールで食わせるっていうのが僕の一番基本の、釣り方になってます。まあ、ナットジグってすごくホールが優秀で、キラキラってこういかにもこう魚が食いそうっていういい動きするんですよね。やっぱりその辺はね、ディープになっても同じで、非常にやっぱホールがね、こう、ホールで有効なジグになってます。変更しました、ナットディープの 100g 逆付けです。イワシカラーですね。逆付けの方がね、ちょっとホールスピードが速いと、あとね、ホール時のこうアピールがちょっと細かくてちょっと強くなるんですね。ちょっとこれでアピール強くしてやってみたいと思います。寝がかるな、危ねえな。あー当たる、ここ当たるね。よっしゃー、よっしゃ、ヒラメじゃないかな。シナギかな。なんでしょうか。重いです。見えてきました。イシナギだ。よし、イシナギでした。イシナギはですね、ヒラメ狙ってると結構釣れるんですよ。あのゲストとしてヒラメってその根回りに狙うんで、この夏の時期ってね、イシナギも同じぐらい入ってきてて、ヒラメ釣りのその貴重なゲストっていうか、結構ねコンスタントに釣れまして、多い時だとこう1人で5本ぐらい釣れたりするような時があります。でこの根魚にしてこのフォルム、このサイズ感、もう最高のゲストですね。今日も釣れて嬉しいですね。じゃあまた、ナットディープ 100g の逆付けバージョンでやっていきたいと思います。福島県のその常磐沖でのヒラメジギングの魅力って言いますと、魅力はやっぱりまずは大型が狙える、80センチを超えるような大型も狙えるし、あとはですね、かつ数釣りもできる、50センチ60センチぐらいのサイズが結構数釣れるんですね。そこがやっぱり一番魅力的ですね。港を出港してから30分とか40分ぐらい、そんな遠くない場所で本当に5キロ6キロ7キロなんていう大型魚も狙えるので、やっぱりそこがこう身近に狙える大型魚っていう意味ですごく魅力だと思います。来た。あ、これは小さいな。これは可愛いぞ。ナッツ絶好調だな。あ、はたく。これは根魚かな、アイナメくんかな。はたいてるから多分アイナメかな。おお、水面まではたくはたく。なんでしょうか。見えてきました。タイかな、違う、アイナメだ。両方だ。はい、ありがとうございます。両型アイナメ
両型アイナメ来ましたね。ナットディープの 100g の逆付け、ホール時間をこうちょっと長めにこうキラ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 ってアピールさせたら一発でした。なかなかいい引きでしたね。ナットディグ根魚にめちゃ強いですね。いやー嬉しい。はい、ちょっと浅場のポイントに、移動してきました。だいたい水深 40m ぐらいの根回りをちょっとやっていってみますね。今度はね、正付けっていうのかなのナットディープの 100g でやっていきたいと思います。はい、頼むよ。ドンって来ちゃえ、ドンと。今使ってるのはナットジグディープの 100g、まあ、今までのラインナップだと 45g、65g っていうのがあったんで、ありました。ただですね、やはり 65g までだと深いところとか潮が速い時とかそういうのってなかなか難しい場面が多かったんです。それをね、なんとか攻略したくて、80g、100g っていうナットジグディープ、それが今開発中です。やはりね、ちょっと潮が速いと 65g だとちょっと難しい時がありますね。この 80g とか 100g あるとある程度の場所でも対応できるので、まあこれからの僕の走行にも欠かせないアイテムになるんじゃないかなと思ってます。そこにちょっと来てみました。塩があるかもしれないんで 100g、 ナットディープの 100g の逆付きに変更してます。じゃあやってます。ここ福島県沖の、ライトジギングで狙えるターゲットってかなり豊富なんですね。青物、ヒラアメ、根魚でいうと、まあメバル、アイナメ、クロソイ、マゾイ、あと何、イシナギ。なかなかね、イシナギなんか数は釣れないんですけど、こう釣れるとやっぱでかいし迫力ある魚ですね。お、来た。来た。これはヒラメ。よーし、ヒラメ。でかいね。ガリンペーロがすごいもん。重い。割れるなよ。来た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 。やったー。やったー。ああ疲れた。いやー、なかなか苦労しましたけど見てください、このサイズ、この厚さこれがね、常磐ヒラメですよ、常磐ヒラメ。これがやっぱりね、福島県のね、一番の魅力、このサイズが出るっていう。今日はね、なかなか難しくて数は出なかったんですけど、今のところこのサイズ、この厚さでね、この立派なヒラメを連れてきてくれたね、ナットジグディープ、今日は逆付けがすごく良かったですね。石投げなんかアイナメなんかもそうなんですけど、逆付けでね、こう、市民ホールこうキラキラさせた方が反応が良かったですね。いやー、それにしてもこのサイズ、この重さ、もう最高ですね。ナットディープ 100g 逆付けです。よし。
いつもだとね、シャクテホールでね、結構反応いいんですけど、今日はヒラメさんはリトリーブに反応がいいんですね。落ちてくるものよりもこう追ってるのかな、逃げる魚を追ってるようなイメージなんですかね。巻きに反応が良くて、今ちょっと巻きで試してやってます。だいたいですね、着底から5から10巻きぐらいして、あー、また今当たりましたね、当たりましたね、今ね。あー、今日はね、巻きに反応がいいんですね。ナットジグはね、ただ巻くだけで十分釣れるので、お、当たってますね。着底して5から10回転。ああ、これはでかい。でかい。よし、浮いた。ヒラメです。やっぱり今日は巻きの日だ。さあ、もうすぐ上がってきます。見えた、見えたよ。これもでかい。やったいやー、いいヒラメだね。これも熱い。今日ね、メインで使ってるのがガリンペイロ7フィート11インチ10インチかな。ちょっとね、長い色、まあジギングするのにはちょっと長いんですけど、けどね、このロッドね、汎用性が高くてね、だいたい水深 50m、60m でもやるんですけどもね、十分ね、ボトム感度も取れますし、でね、大型のヒラメでもね、パワー負けしないでね、しっかりね、戦ってくれます。いやー、ガリンペイロね、僕はね、イカ釣りなんかにも使ったりしてね、メバル釣りもそうですね、なかなかね、この多彩なゲームに対応してくれるいいロッドですよ。これブレードジギング のブレードって本当に効くんですよ、こういう時って。やっぱね、食いしぶった時とか、こう難しい時ほど巻いてほしいなと思いますね。僕はもう本当にね、何度助けられたかナッツに釣れない時にね、ナッツにもう何度も何度も助けてもらってるから、本当にね、僕は信用してるんですよ。おお、やったね。今回使用したジグは、ナットジグディープ 100g になってます。今までのラインナップだと、45g、65g だったんですけども、65g だとこう潮が早い、深いポイントだとちょっとなかなか難しくなってしまうんですね。それを解消する、そんな場面でも使えるようにっていうことで、 80g、100g のナットジグディープをラインナップに加えようと今、整備開発中です。ナッツジグは、ホールでもリトリーブでも使えるのがやっぱり特徴です。今日もホールでも、反応がいい時間があったんですけども、後半なんかは非常にリトリーブに反応が良くて、巻いて落として巻いて落としてで釣ってました。ナッツジグのもう一つの特徴として、今はこう正付け、フックの位置が正付けになってるんですけど、これを逆付けにすることもできるんですね。逆付けにすることによってホールのフラッシングが細かくこうアピールが強くなるんです。今日の前半がホールでは逆付けが非常に強い時間がありました。今回使用したナットジグディープ 80g、100g は、今開発中で、もう少し、皆さんのお手元に届くのはもう少しお待ちください。